パラレリズムとは、全体に一定のパターンを与える目的で、二つ以上の文の部分に類似の形式を与えることを指す。上の二つの文からなる一節を比較してみると、以下のようなパラレルな構造であることがわかる。様々な種類のパラレリズムは、ヘブライ語の聖書の詩の詩とした、終辞技法である。事実、パラレライズマスメンブロウロムという言葉は、ロバート・ロースがその著書、 レクチャーズ、オンザ・セ t クリット・ポエトリー・オブ・ザ・ヒーブルーズの中で作った言葉である。ロマーン・ヤーコブソンは祖国ロシアを含む世界中のシーコール文学伝統の中の非宗教的パラレリズム研究を開拓した。監視も最初期来パラレリズムを使っている。追育の中でその内容や品種が釣り合っている必要があるだけでなく成長もお互いに体になっていなければならなかった。 表彰は、属性と体になり、その逆に属性は、表彰と体になる。他には、以下のような例がある。ありがとうございます。